鈴木春信が、詐欺娘とは、歌舞伎及び、日本舞踊の演目の一つ。鳥である詐欺が、娘に姿を変じて踊るというもの。ただし、詐欺娘と呼ばれるものについては三種類ある。以下それを年代順に掲げる。このうち現在最も行われているのは、法歴12年に二代目菊野城が踊ったものである。この菊野城の詐欺娘は初演以降、 工業で取り上げられることがなく振り付けも耐えていたが、明治19年の新富座で、月石火三組坂月賞の雪の部に、9代目市川團十郎が、初代花柳寿樹介の振り付けで復活し、後に、明治25年の歌舞伎座でも、詐欺娘を演じて、現行演出の基礎を作った。以後歌舞伎や日本舞踊において、人気演目の一つになっている。新詐欺娘から、 曲の一部を使って踊ることが多い。原稿での内容は、まず冬景色の舞台面に、詐欺の性が現れる。その格好は、白無垢の振り袖に、黒の帯、頭には、綿帽子をかぶり傘を差し、鳥の所作などを見せる。その後衣装を引き抜き華やかな振り袖の娘姿となり、恋の苦節を見せたり傘を使って踊るなどする。しかし上がって鳥の本性が現れ、 畜生ゆえに味わうせめくの様を見せて、幕となる。ただし詐欺娘が、最後の方で生きえるような表なお、詐欺から人間になるという舞台例は、詐欺娘以前にはないと言われており、当時の菊の城をはじめとする関係者がどこから、この発想を終えたのかは不明である。詐欺娘新型36回戦より、これも実際の舞台に基づくものではなく、9代目。 男十郎の再演に触発されて描かれたものと見られる。春信は明和7年に死去しており、また当時反抗された、柳比奈書取天の長歌商本には、この絵とほぼ同じ二代目菊之丞を演じる詐欺娘の姿が描かれることから、これは法歴12年の詐欺娘をもとにして描かれたものと見て良いようである。ただし菊之丞初演の時には、 大道路の中から登場しているので、役者絵ではない一種の見立て絵として描かれたものと見られる。しかし初演からさほど年を下らずに描かれたものであり、その雰囲気を忍ばせるものとして参考までに、ここに掲げる。菊野城が初演した時には舞台に大きな六角形の灯籠を置き、その灯籠が回る途中から踊り手が現れるという趣向だった。ちなみに、江戸の舞台で、 周り道具を使うようになったのは、これが最初だという。現行では衣装を数回変えるが、菊の上書園では着替えをせず白い振り袖のままで、さらに肌を脱いで地盤を見せるだけだったらしい。また、曲の中で、傘や、で始まる傘尽くしと呼ばれるところでは、開いた傘を日本料手に持って踊ったという。現在でも日本舞踊の流派によっては、この2本の傘で踊ることがある。 八代目、坂東三つ五郎によれば、詐欺が最後に死ぬような踊りになったのは、品種の白鳥の影響であり、それも大正以降のことで、また九代目段十郎初演の時も、最後は三段に上がり、種目を振り上げて見えをするだけだったという。ただし、明治二十五年に段十郎が務めた際には、最後は、羽鶴部という仕掛けで宙を飛びかみての方へと姿を消す演出だった。 歌舞伎での動物の扱いとは、大抵はまず人間の姿となって舞台に現れ、それが後に動物の正体を表すというパターンである。クズの葉やヨシ千本桜の狐中心などが挙げられる。それが動物の姿で舞台上に現れ、後で人の姿になるというのはそれらの逆を行くものである。ただし、早稲田大学演劇博物館には、法歴8年に、 江戸で興行されたという武田からくりの演目を描いた絵本が所蔵されているが、その中に、おたうへ朝日の白鷺と題して、サオとめ姿で住吉踊りを演じる、子供たちが白鷺に変わってゆくという演目がある。早稲田大学演劇博物館デジタルアーカイブコレクションの番付のカテゴリー内に画像がある。また、菊野城の詐欺娘が初演される前年に、 大阪の竹本座で、ゆらみなと千賢長者という人形浄瑠璃の作品が、初演されており、その中で、三照大部の娘をさんが、雪の中で恋人を助けたい一心が募って、人から鳥になってしまうという場面がある。あるいはこうしたものもヒントになったかもしれないが、はっきりしたことはわからない。ありがとうございます。